や、りょうじくんおもろ。ご機嫌になりました。りょうじくんおもろ。ハッピーは車探るかい。そのままで大丈夫です。こっちで一発して管理してそれを行うので、毎回この状況で参加してください。それでお願いします。はい、今こちらの多分音だけが皆さんに聞こえてると思います。大丈夫ですか？手挙げてもらっていいですか？聞こえてますか？大丈夫そうですね。はい、じゃあ次進めていきます。音の声は集中してない。それでは、今日はあのミーティングということで、今からちょっと伝えたいことを伝えます。かわいい。めっちゃかわいい。かわいい。いや、かわいい。俺もうすぐだな。寂しいな。ずっと一人やん、俺。ケイタ誰かいる人、ケイタ誰かいる人絶対。いや、ずーっと一人ケイタのとこよく見るからな、ずーっと一人ケイタのとこよく見るから。ケイタ一回練習場行くときのあれやってよ。もう行かないからもう一人だから。練習してから帰ってくるときにやってよ。だから出ないから外出ない外出ないこれ俺絶対最後に退出して寂しいやつみたいになるからもう退出しよう。よしよし、
すごいよね。今年どうなることやら。いや、食材に対して変わんねえんだ。もう一緒一緒。だって変えないようにしてるもん、俺。だから。そしたら配送変えないとさ、直しちゃうじゃん。はい。だから味噌汁だって、白いカップに入れてればこれ飲んだっていう風になるかもしれないし、はい。